ヒコ、このようなところで何をしている？名乗っていなかったか。これは失礼した。それがしの名はカレマ。ご覧の通り、騎士の端くれだ。探し物と言っていたな。このような時間に一体何を探していたというのだ。出るとは。そうだったのか。これは失礼した。夜の散歩という意味ではそれがしも同じだな。怪しいものかと疑ってしまったこと、心から詫びよう。すまなかった。夜の散歩か。まさかとは思うが、夜な夜な徘徊する何者かとは貴公のことではないか。このような徘徊をこれまでにも繰り返してきたというのならば、人目についていたとしてもおかしくあるまい。何よバカな。人前で甲冑を脱ぎ捨てるなど、騎士の風上にも置けぬ。できるわけがなかろう。今回はお互い様ということで手を打たないか。まさかそのような噂が出回っているとは。戯れもほどほどにするべきかの。皆さん、やっぱりここにいたのですね。気分転換に散歩をしていたのですが、前に皆さんがここで演奏をしているとおっしゃっていたのを思い出しまして。それで見学に来てくれたってこと？はい。よろしければ一曲聴かせていただけませんか？音色がとても綺麗に重なって響き合っていて、とても素晴らしい曲でした。ラビレイさんの音はすごく情熱的で、一つ一つの音が舞い踊っているような、まるで心に直接響いてくるような力強さを感じました。ミストリアさんの音は怖いくらいに繊細で綺麗な音なのに、優しく包み込むような温かさを感じました。そしてエルドさんの音はとても一生懸命で、なんだか聴いているだけで励まされるようで元気が湧いてきました。どうやったらそんな風に素敵な音が出せるようになるのですか？具体的にどうこうというのは難しいけど、強いて言うなら聞いてくれる人のことを思いながら演奏することかしら。なるほど、聞いてくれる人のことですか。ふむ、そのようなことを聞くとは。もしやリーシェも音楽をやるのか？少しだけですが、研究の息抜きを兼ねて、たしなむ程度に。面白そうね。よかったら、リーシェの曲も聴かせてくれない？そんな、本格的に勉強したわけではありませんし、とても皆さんに聴かせたりなんて。そんなに固く考えないでいいってば。リーシェがどんな曲を演奏するのか、興味があるの。うまいかどうかなんて大したことじゃないわ。
わかりました。それでは皆さんの演奏のお礼も兼ねてやらせてもらいます。その通りです。全く同じものではありませんが、私のリボーストルバの中にはこれを元に作成した噴射機構が備わっており。それは後で二人の時にゆっくりと話すといいわ。それよりも今は私たちに演奏を聞かせてくれるんでしょ。エルドも話し始めると長いのは分かっているんだから、余計な欲やりを入れないの。はい、それでは早速始めさせていただきますけど、下手でも笑わないでくださいね。どうでしょうか。恥ずかしがってた割にいい感じじゃない。一つ一つの音のつなぎ方も丁寧だし、これで下手だなんて笑う奴がいたら私が許さないわ。奏者の優しさが感じられる素晴らしい音色だった。ありがとうございます。誰かに聞いてもらうなんて初めてのことでしたけれど、なんだか不思議な気持ちになるものなんですね。今の曲に名前とかはあるの？どういう曲なのか教えてくれない？名前などは特にありませんが、私たち獣人族の親である赤き月の女神ベルーラ様に祈りと感謝を捧げる曲ですね。私自身はナーザキア様の信徒ですが、やはりベルーラ様は特別な方ですので。一時期はイーリュン様の信徒として信仰を捧げようと考えていましたけれど、残念ながら癒しの魔術に関する素質はガラキシでしたので。ねえリーシェ、せっかくだから次は私たちと一緒に演奏してみない？え？いいんですか？でも私他の曲なんて全然。ちゃんと教えてあげるから大丈夫。難しい曲でもないし、リーシェならすぐにできるようになるわ。ね、一緒に演奏しましょう。それじゃあよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。いい気分転換ができたおかげで新しい考えが浮かんできました。これなら次の実験は成功しそうです。いつもというのは難しいですけど、今日のように空いた時間でという形でもよろしければ、私も皆さんと一緒に演奏したいです。問題ない。我々とていつもやっているわけではないからな。試練の内容とも関係ないし、楽しむためにやっているだけだもの。そこまで気を張って参加するようなことじゃないわ。はい、それではよろしくお願いします。
ルドか。空いているぞ。入ってくれ。ん？もう、荷物を預かってくれたのか。すまなかったな。そこに置いといてくれ。どうしてお前が謝る？服がどうかしたのか？私とて冒険者の端くれ、鍛錬は欠かしていない。人に見られて恥ずかしい体はしていないつもりだが、何を言いたいのかよくわからないな。はっきり言ってくれないか？逆に子供扱いされたりで、同世代の男とは接点がなかったものでな。お前の反応は、つまり、女として捨てたものでもないと、そう受け取ってよいのだろうか。いや、皆まで言うな。態度で分かった。これに懲りずにまた来てくれ。次は服を着てから出迎えるから。よう、また会ったな、エコヒキ野郎。なこと聞いてねえんだよ、てめえ。また役立たずを拾ったらしいじゃねえか。一体何を考えてやがるんだ、うん？リーシャとかいうメギツネのことだ。放っておいたら勝手に消えていくようなやつを拾い上げて、生きながらえさせることに何の意味がある。俺様たちは何のために集められた。誰が神のカイドにふさわしいか、競い合うためにここにいるんじゃねえのかよ。無能な奴から消えていく。それこそが、この世の断りだ。この世の断りをねじ曲げようとするてめえは、果たして、この地の断りたる神のカイドにふさわしいのかね。俺様がご丁寧に忠告してやっているのに、それを無下にしやがるってわけか。俺様はてめえみたいな弱いくせによく吠える猿が死ぬほど嫌いでな。その目がドロドロに腐っていく様がたまらなく好きなんだよ。てめえは俺様が直々にぶち殺してやる。それまで死ぬんじゃねえぞ。クバルナ大平原と呼ばれるくらいだからな。
どちらかといえば開けた場所の方が多いだろう。だが我々に与えられる試練の内容を鑑みれば、険しい場所が選ばれるのも当然といえば当然かもしれんな。ここは気持ちのいい風が吹くわね。私は山風よりもこういう風の方が好きかな。開けた場所であっても街道のように人が行き来しているような様子もないし、たまにはこういう静かな場所も悪くないんじゃない。冒険者としては物足りないというのも本心だろ。そうね、だからたまにはって言ったでしょ。楽しんでいるのは十分伝わっているから、徹夜して約束の時間に間に合わないのだけは勘弁してよね。ならば少しでも長く睡眠時間が取れるようにさっさと試練を終わらせるとしよう。準備はいいか？エルドもいつの間にか様になってきたわね。その調子で頑張りなさいよね。何？待って！それ以上はダメ！喧嘩はダメ。だからといって力ずくで止めるのもダメ。どうしたらいいの？せめて誰も怪我をしないようにできるだけ間に割って入らないと。何あれ、ハルペか？いや、ハルペネか。いや、そういうこと聞いてるわけじゃないんだけど。敵意があるわけではなさそうだが、あいにくと位置が良くない。説得を試みるのもいいが、まずは外敵を排除した方がいいのではないか。わかったわ。まあいつも通りってことよね。する子はお仕置きなんですからね。よし、行っちゃうよ。癒しはお任せください。
ね、魔法だよ。僕に任せて。
制圧した。お宝だ。いきますよ。回復を。少しは追いつけたか。地上の地平の彼方まで吹き飛ばして、喧嘩なんて最初からなかったことにしてあげちゃうんだから。そうだったのですか。申し訳ありません。喧嘩はいけないと思ったら、頭に血が上りすぎてしまったみたいです。私はパトラ、ご覧の通りのハルペネです。皆さんが試練の最中だとは気づかずに、とんだご無礼を。この責任は、煮るなり焼くなりご自由に。散々邪魔をしてくれたが、まあ、思い違いというものは誰にでも起こりうるものだからな。相手を傷つけまいとしていたのはわかるんだけど、だからといって理由を聞かないで首を突っ込むのはどうかしら。申し訳ありません。よく言われるのですが、目の前で誰かが傷つけ合うところを見ると、体が先に動いてしまうと言いますか。神のカイドウを目指す人が集まっていると噂には聞いていたのですが、実際に試練をこなしているところを見るのは初めてだったので、つい余計なおせっかいをしてしまいました。これからは双方の意見を聞いてからことに当たるように気をつけたいと思います。あなた時々直球で失礼千番よね。いやでも正解ですしね。あなたも納得しないの。はい、申し訳ありません。なんだかお母さんに叱られてるみたいです。そうですね、言うなれば風の向くまま気の向くまま旅をしているので、偶然以外の何者でもありません。これだけ開けた場所であれば、遮るものもなく思うがままに風を受けられると思ったのですが、気持
ちのいい風は吹いていますが、私の求めるものは太陽です。ええ、ずっと探しているんです。風が吹く場所を訪ねていけばいつか見つかると思うんですけど。おかけしたお詫びに、皆さんのお手伝いをさせていただくわけにはいかないでしょうか。私のせいで皆さんが神のカイドになれなかったりしたら、悔やんでも悔やんでも悔やみきれないですし。したのは私の方なのに、どうして私の探し物に付き合ってくださるのでしょう。おかしいと思いますけど。でも正直言って助かります。この辺りは立ち入り禁止になっている場所も多くて、どうしようかなと思っていたところだったので。